パイはうまいのかな。いまいち。じゃあ全部もらおうよ。バーボン入れて13にかけてボールに入れて持ってきて。ボージャック、ねえ、なんか最近沈みがちな気がするんだけど大丈夫なの？だけど、そんなあなたでも一気に元気になれるものを俺たち持ってるんだ。ワクワクするような新しいビジネスさ。すごく新しくてしかもワクワクする。おい、またか。ハロウィンショップはどうなったんだよ。なんだって？はいはい、ハロウィンショップはあの話ね。床を剥がしちゃってさ。ミスターピーナッツバターがガリガリしちゃうもんだから、あの後新しい床張ったんだっけ。ハロウィン1月にかい。目の付けどころがいい。とにかくさ、俺たちは今スムーディーなんだよね。なんだって？スムーディーさ。おい、スムージーだろ。スムージー。いや、スムーディーだ。ムードを飲むんだよ。スムージーみたいにしてさ。全然わかんない。どうやってムードを飲むんだよ。スムージーみたいにさ。つまりスムージーだろ。いや、スムーディーだよ。だから飲むムードってことだよ。だからムードなんてどうやって飲むんだよ。スムージーみたいにだ。でも店で買えるのか。それどういう形してるんだ。まだ詳しいことは何にも決まってないんだけど、もう発表しちゃったし、君にはスタート地点から一緒にやってほしいんだよ。お前たちのアイデアはそもそものスタート地点が決まってないじゃないか。ついに1月にハロウィンショップができたのね。あー、どうも。とにかく今夜事業立ち上げのパーティーやるんだ。そこに来てくれたら嬉しいな。それなりの報酬は払う。商品に絶対の自信があるからね。商品ってスムーディーか。さ、待って、今スムーディーって言った？それともスムージー？俺たちが作るのはどっちだっけ。おい、スムーディーが俺たちを作るんだろ。ああ、今の言い方なんかいいこと言ったって感じだよね。